はい、それではよろしくお願いいたします。まず、今週末日曜日に26日に迫りました名古屋ダイヤモンドホール大会の、まだ未発表でしたカードと、あとデスマッチの試合形式の方を先に発表させていただきます。メインイベントの宮本優子小高勇組対、国天使沼澤ジャキ武田正史組の試合ですが、蛍光灯ウィズカリビアンボブワイヤータッグデスマッチ、こちら、カリビアンボブワイヤー2面、その上に蛍光灯を吊るす形です。それから追加カードセミファイナル、タッグマッチで岡林雄二橋本和樹組対川上隆一丸山敦史、発表済みのカード第4試合アブドーラ小林塚本匠組対伊藤隆二高橋雅也組、こちらの試合形式は五寸釘ボード&殺虫機ボードタッグデスマッチ、それから第3試合、こちらも発表済みですが、星野勘九郎対植木隆之の試合形式は有刺鉄線ボード&コンクリートブロックデスマッチ。続きまして、私担当します仙台8月9日こちらの決定カード、メインイベント BJW タッグ選手権試合30分一本勝負、佐藤浩平石川修司組対バラモン州バラモン系、このカードのみ、今日発表させていただきます。から8月30日名古屋国際議場大会の決定カードになります。ダブルメインイベント、一つが BJW デスマッチヘビー級選手権、こちら伊藤隆二選手対対戦相手はまだ未定ということになっております。それから BJW 世界ストロングヘビー級選手権、こちら岡林雄二選手の要望を受けまして、対戦相手を川上隆一で決定いたします。加えまして天竜源一郎引退ロード名古屋ファイナルタッグマッチ30分一本勝負、こちら天竜源一郎上谷秀吉組対関本大輔橋本和樹組、あともう1試合発表します。2015名古屋サマースペシャル6人タッグマッチ、ストーム大杉ヘラクレス戦が、ヘラクレス戦が X 組対バラモン州バラモン KX、以上のカードになります。早速組んでいただいて本当にありがとうございます。まあ、川上とは、前回の、分隊で挑戦者決定戦をやったんですけれども、本当にもうあの試合はもう、自分も、ね、気抜いたら本当にやられるんじゃないかっていうぐらいの気迫で川上来てたんで、それをそういうその試合をして、やっぱり次の防衛戦の相手は川上じゃないかなと思いました。本当にものすごい試合をしたいと思います。はい、はい、岡林選手出席しておりますので、質問の方をいただけたらと思います。いかがでしょうか。川上選手とは、同期でずっとやってこられまして、はい、ついにこの2つの、タイトルマッチが実現するという部分ではどうですか。そうですね、本当にどんどんこの若い力で防衛戦とかタイトルマッチやって、いかなければいけないと思ってますし、さっきも言いましたけど、もっともっと大日本プロレスを大きくするために大事なカードだと思っております。